前回のあらすじ、世界情勢は急速に変化している。二重帝国、スペイン帝国、ビザンツ帝国、一度滅びた帝国が次々と蘇り、極東では日本が中国を制圧し、アジアを我が物としようとしている。混沌とした世界の中でドイツも戦争へ突入した。時間は有限だ。列強は皆ドイツに屈するだろう。腐った納屋は一蹴りすれば崩壊する。そして全ての帝国は消滅するのだ。この戦争が終わった時には、世界地図は一色に染められるに違いない。そう、第三帝国は世界を征服する。ドイツ国民は誰もがそう思っていた。装甲師団は前線に到着したか？そうか、ならば進軍を許可する。宣戦布告などしなくていい。飛行士団の実力を発揮する時が来た。全戦闘で味方側が優位であるが、飛行士団は戦線の分断を目指し、北部ワルシャワ方面へ直進した。そして飛行士団の圧倒的な火力によって、開戦から4日後、ワルシャワが陥落した。そして撃退に失敗した敵軍は括弧撃破され、ちょうど1週間でポーランドは降伏、東部ポーランドには事前の協定によりソ連軍が進駐した。勢いそのままにドイツ軍は西部に集結、手始めにオランダに侵攻を開始した。そして10月10日、ベルギーに侵攻を開始、そのままパリを目指した。戦闘が起きた年は一つ残らず壊滅し、廃墟となった市街をそのままドイツ軍が進んでいった。特に飛行士団はその機動力から、フランス軍の再配置を待たずパリ目指し猛進。ベルギーへの侵攻後3日で1個師団がパリに到達した。こうしてパリは陥落したのだ。その後すぐにフランス軍は植民地へと逃亡。この勝利は世界中を震撼させた。飛行士団は休む間もなく北方へ、退却すらさせず首都へ直行。そのままコペンハーゲンからスウェーデンへ、半島へ上陸を果たしたドイツ軍は北上を開始、無人の荒野を進軍していった。9月1日からわずか4ヶ月で合計8つの国がドイツに征服され、ドイツは一瞬で名実ともに欧州の覇者となったのだ。しかし、国内では輝かしい勝利とは裏腹に、あらゆる場所で不穏な空気が流れていた。やっと来ましたか。待ちくたびれましたよ。一体何の用ですか、シャハトさん。早速本題に入りましょう。ここに1枚ビザがある。これでスペイン経由でアメリカに行ける。これを使って今すぐこの国から逃げなさい。どうしてです。どうもこうもあったものですか。君にはこの国が健全に見えますか。かつて映画を誇った帝国のようにこの国はいずれ崩壊します。戦争に勝ったとしても負けたとしても。ではなぜあなたが逃げないのですか。ふむ、一言で言えば私には使命があるからですよ。この帝国を終わらせるという使命がね。そうですか。このビザは持っておきます。しかし私は今後もこの国のために働くつもりです。まあいいでしょう。しかし、ここ最近不審死の情報をよく聞きます。くれぐれも死なないように。まったく、気をつけるのはあなたの方ですよ。確かにそうですね。では私も気をつけるとしましょう。この次の日、シャハトは姿を消した。暗殺されたのだろうか。まあ、私が今後も国のために働くことには変わらないが。やあ、副総統のヘスだ。まだ前回見てない人は前回の動画を見よう。概要欄にあるからね。あ、またいたよこの人。何やってるんですか。ヘスさん、異世界との交信は自分の城でやってください。これが神からの導きか。それにしても霊夢は二重帝国とビザンツ帝国の話聞いたか。ああ、国境紛争の話なら知ってるよ。そうか、なんだかきな臭い雰囲気だな。おはようございます霊夢さん、マリサさん。何の話をしていたんですか。ん、ビザンツと二重帝国が小競り合いをしてるっていう話。まあドイツとしてはビザンツはソビエトと急接近してるし、一回コミンテルンに加盟したことがあるらしいからね。この紛争でもさっきまでは二重帝国側に義勇軍を送っていたよ。なるほど、その話ですか。まあこうなった方がいいんじゃないですかね。え、ヨウム、どういうことだ。二重帝国もビザンツも結局は独立国。私たちに屈服するまでは信用できません。それならば互いに争わせてドイツに反抗する気力をなくしてしまう方がいいのでは。なるほどね。まあいずれにせよ早く平和になってほしいね。そろそろ霊の作戦が実行されるし。ふむ、何かあるのか。ああ、そうか、マリサには言ってなかったね。その名もバルバロッサ作戦。ソビエトとかいう腐った納屋、冬が来るまでには倒せるやろってやつ。うん、
これは死亡フラグ。ナポレオンと同じ鉄を踏むことになるぞ。いやいや、今のドイツにはマリサの天才的内政によって装甲師団が大量にいる。これで負けるわけないよな。ああ、ついにトラクター脱却したのか。さすがにこういう奴らをトラクターとは言えないよ。改めて見るとかなり早い段階でこいつら研究できた私超優秀なのでは？というわけでビザンツと二重帝国が和解したので、バルバロッサ作戦に参加するように言っておきました。今や欧州大陸のほとんどが枢軸国の勢力なのか。中東の石油もドイツに輸入されてハッピーハッピーですわ。石油の心配をしなくてもいいこの国、最高では？そういえば霊夢、そろそろ6月になるがいいのか？おっと危ない、教えてくれてありがとうマリサ。では私は参謀本部に行ってきます。あ、では私も最終調整のために外交してきますね。ってことはいつもみたいに私だけベルリンでお留守番かな。じゃあ二人とも頑張ってこいよ。では諸君、今回の作戦を再確認しよう。まずこれが現在の師団配置だ。偵察機からの情報によると赤軍はドニエプルラインと東部ベラルーシに防衛陣地を築いている。対して我々は北方に装甲師団を集中させており、南部は同盟国に戦線を一部任せている。そこで最初は機甲師団でバルト方面を突破しその後徐々に南下だ。いいな？私の方からゲーリング元帥に航空支援を要請しておくよ。この戦争においても敵空軍を兵士たちが見ることはないだろうな。赤軍は空軍と機動戦力の重要性に気づけていない。まさに我々と正反対の国家だ。いい演習場になりそうだが、手加減はするなよ。総統からの要求はなんだ？なるほど、冬が来る前にソビエトを屈服させる。か、クリスマスにはモスクワ土産を持ってベルリンに帰ろうじゃないか。では諸君、最善を尽くしてきてくれ。6月22日、夜明けとともに何千もの戦車がその轟音で宣戦布告を伝えた。国境に赤軍はおらず、彼らが河川に沿って防衛陣地を築いていることは明白であった。赤色空軍はドイツの新型戦闘機相手になすすべなくただ墜落していくだけだった。そしてリガにて最初の戦闘が勃発。新型中戦車を前に赤軍は最初の防衛線から撤退した。しかし快進撃はまだ止まらない。装甲師団は配置を変え中央へ、ミンスクキエフでの大突破を目指した。そしてミンスクを包囲、赤軍は時代遅れのトラクターで反攻を行ったがかえって犠牲を増やしただけであった。河川で防衛できると過信した赤軍将校どもは今頃モスクワで処刑されているだろう。結果的にこの作戦で赤軍70師団が包囲された。10月、ガラ空きのモスクワに国防軍が突入、そしてスターリングラードも陥落、レニングラード爆風も陥落しソビエトは講和を申し込んだ。戦後、ソビエトはバルト、ウクライナ、ベラルーシ、フィンランドを割譲、そして天文学的な借金を抱えることとなった。しかし、ドイツの野望は東方の勢力圏の拡大だけでは終わらなかった。ドイツはその後デンマーク領であった北海の島々に次々と上陸。そう、ドイツの次なる侵略先が明らかになった瞬間である。誰もが次は祖国が滅ぶのかと不安になった。そしてその不安はドイツ国内でも。こんなところにいたんですね、マリサさん。ああ、シペヤ君か、何かあったんですか？こんなところで。君ならわかっているだろう、最近のベルリンの状況を、シャハト、副総統、リッペントロップ、それに親衛隊のトップまで、全員突然行方不明になってしまった。彼らは全員亡命したのでは？少なくともシャハト氏はアメリカへのビザを1枚、失踪する前に取得していました。逃げられるはずがないんだよ、なぜならここに、私がシャハトさんからもらったビザがあるからだ。ほう。では、彼らは全員亡命などしていないと？私は全員消されたと踏んでいる。私の頭はおかしくなってしまったのかな？ふむ。実は私も副総統の死について知っていることがあります。ほう、なんだ。教えてくれ。報道だと、彼は気が狂い重戦闘機に乗り英国へ飛んだが英軍に撃ち落とされた。そう言われていました。確かに気が狂って重戦闘機に乗ったところまでは正しい。しかし私はその前日に彼と会っていました。彼はその日言いました。ベルリンには悪魔がいると、そして総統を助けるためにベルリンに急いで戻らなければならないと。翌日、地方の新聞に国籍不明の重戦闘機が墜落したという記事が載っていました。国籍不明の機体が領空内に入るわけがない。そんな事件、前代未聞だ。何よりそんな事態があればゲーリング氏が黙っていないだろう。ええ、そうでしょう。しかしそんな情報ベルリンには全く入っていない。つまりは副総統も誰か、それも情報を抹消できるほどの権力者に消されたのか。もしかしたら恐ろしいことが裏で起きているのかもしれないな。シペヤ君、一緒にこの一連の事件を追ってみないか。このままだと次は私たちかもしれない。ええ、もちろん。
じゃあこのビザはもう不要だな、捨てておいてくれ。一応言っておきますがマリサさん、このビザはもう使えないですよ。え？なぜだ？まだ知らなかったのですか。1942年4月24日、国防軍はハリファックス、ニューヨーク、ニューイングランドに上陸、自由の女神は爆破された。次回、新世界秩序の構築、ご視聴ありがとうございました。